照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。神宮球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープの19回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ1、2番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか。おそらく序盤はこのゲーム。1回の裏、スワローズの攻撃です。スワローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の新山。さあスワローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは雄平。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。さあカープはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをスワローズ打線がどう打ち崩して、初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、ライトが取りました。バッターは2番に入っている荒木。2試合当たりが出ていません。新山、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー新山、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。インコース決まった、ノーボールツーストライク。打ちました。この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には青木が入ります。さあ一打先制のチャンス、引っ張った、ファーストゴロ取った、一塁そのまま入ってアウト、これは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには村上が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。バッターボックスの村上、今シーズンの得点圏打率は3割8分となっています。緩いボール決まっています、膝元。ここはあっという間に追い込んでいます。ファウルになります。ここはバッター少々のボール球当てに行きますよ。なるほど。高めのボール打ちました。弾き返した打球はライトへ、長野が抑えて3アウトチェンジです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。2回の裏になります。スワローズの攻撃、バッターボックスには5番山田。昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。スワローズ0対0で迎える2回の攻撃です。打ちました、痛烈、これはどうか、ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーが一塁です。バッターは西浦、そして塁上には山田。まあ走ってくるかもしれませんよね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。一塁はセーフ、セーフ、一塁牽制、一塁はセーフ。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功、きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。いや痛いですね、先制のランナーですからね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。そうですね。打ちました、打ち上げた、キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。つなげなかったですね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の坂口が入っています。バッターの坂口、今シーズン得点圏での打率は2割7分3厘となっています。アウトコース打ちました、掴んで2アウトです。
まあここは繋いでおきたかったんですけどね。さあこのチャンスでバッターボックスには8番の中村、ファウルになります。このバッターは歩かせて次のバッターと勝負した方がいいかもしれませんね。なるほど。さあどう打ちました。ショート取った、一塁へ、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。ご覧いただきましょう。抜けようかという当たりだったんですが、この守備に阻まれてしまいました。いや抜けたと思ったんですけどね。さあ先制のランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの新山。ここはバントに来るようならやりづらいボール。バントしました、取りました、一塁へ、アウト。ワンアウトです。送ってきました、ワンアウトランナーに。先発の石川が打席に入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。アウトコース、空振りです。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。あっという間にツーストライクです。よく見ています。インサイド落ちました。これはどうだ、菊池、アウト。ワンアウト。打順はトップに帰って雄平。先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。ファウルになります。インサイド落ちました。ファーストの横抜けました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターボックスには荒木。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょうね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。今度はバントの様子はありません。これで追い込まれましたが、やはりヒッティングで来る。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックス青木、連打でチャンスを広げた場面となっています。さあスワローズ点差を縮めていこうかというところ。切りました、ファウルボール。インサイド打った、ボテボテの当たり、ショートが抑えた。二塁フォースアウト、一塁はセーフ。際どいがゲッツーは免れました。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には村上が入ります。さあ変化球打った、一塁アウト。これでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。バッターボックスには5番山田。今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打った、これはどう、三遊間抜ける。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁にランナーを出していきます。バッターは西浦、そして一塁ランナーは山田。送ります、取りました、一塁送球アウト。ワンアウトです。送ってきました、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。まずはストライク、落ちるボール見逃します。すぐに追い込みました。しっかり捉えた、掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。つなげなかったですね。さあそしてこのチャンスで打席には8番の中村が入っています。低め絶妙のコースに決めてきます。ストライクを先行させていきます。追い込みました。バッターボックスの中村、今シーズンの得点圏打率は9分6厘。空振り三振、前にボールを飛ばせません。残念ながらあと1本が出ませんでした。インハイのストレートでした。分かっていても手が出てしまったということでしょうか。9番
さあ一塁には追加点のランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。ここは送りバントで来る。バントしました。打ち上げてしまいました。送りバントは失敗です。先発の石川がバッターボックスに入ります。相手はピッチャーですから確実にアウトを取らないといけませんね。うん、そうですね。初球大きく外れています。外低めのボール、まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。インローへキレのある変化球が決まっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター雄平、前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。低めは外れました。なかなかタイミング合いません。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。打席には2番バッター荒木、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはスワローズが石川、そしてカープが新山、この2人の投げ合いとなっています。低め外れました。アウトコース打ちました。これはセカンドライナー。今日は非常にコントロールが良くストライク先行です。6回の裏、ヤクルトスワローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは青木、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、センターが取りました。バッターボックスは4番村上、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。新山、まずは先頭バッターを打ち取っています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました。これはどうか、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。さあスワローズ得点圏にランナーを進めています。彼ならホームランで一気に同点ってこともいい当たり、ワンバウンドヒットになった。ボールは中継、センター前ヒット。これで3打数3安打の猛打賞。さあそしてバッターボックスには西浦が入っています。さあチャンスが続きます。一塁ランナーのケアは重要ですよ。同点のランナーですからね。そうですね。走ってきた、見逃し三振、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。さあそして打席には坂口が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。さあ2球目は何か、落ちるボールに手が出ました。ここはあっという間に追い込んでいます。打ち上げました、高い打球になった、掴んで3アウト、同点は許しませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの新山。そうですね、送ります。ピッチャーが取る、一塁送球、アウト、ツーアウト、送りバント成功、ツーアウト。小宮山さん、
無失点に抑えられていますので、まずは1点欲しいところですよね。まあそうですね、とにかく点を取らないことにはどうしようもないので。さあその1点取ることができるんでしょうか。痛烈、これはどうか、ショートの横抜けた、中村、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには代打のエスコバー。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。最初は変化球できました、ストライクです。打ちました、ファーストを取った、二塁送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレイ。打順はトップに帰って雄平、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。打ちました、セカンドが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。8回の裏、追いかけるスワローズの攻撃。2番バッター荒木、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。いや、アウトになりましたが、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。なるほど、そうですね。スワローズビハインドで迎える8回の攻撃です。追い込んでいます、ワンボールツーストライク。バッターこれはどうだ、三遊間抜ける、これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー一塁です。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか。でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか、まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとう。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも Twitter 等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。